お久しぶりです。トーマスです。今日はね、大型自動二輪免許一発試験のコツっていうのを、全くガジェットとは関係ないんやけど、まあ生活改善情報の一環として発信をしていきたいなと思います。何を隠そうね。俺も実は大型二輪免許を一発試験で取得しています。ただ、1回目、2回目は落ちています。3回目で合格して取得できたので、まあその実体験に基づいて、どうやれば大型二輪免許を一発試験で取得することができるのかっていうのを解説していきます。ただ、5にも書いてある通りではあるんやけど、技術ほとんどいらないです。9割は記憶だと思ってもらって大丈夫ですっていう話になります。 まず俺のバイク歴からやねんけど、えっとね、19歳で中型二輪免許を取得しました。で、これ取得して、同時に購入したバイクが、ホーネット250っていうバイクで、まあ、こういうやつです。かなりオーソドックスな、よくあるタイプ。チみたいな形をしてるから、ホーネットっていう名前なんやけど、これに乗って、ま、約5万キロを走行をしました。地球一周4万キロやから、まあ、それを考えると、19から26ぐらいまで乗ってたんやけど、7年間で5万キロやから、そこそこ乗ってる方やと思います。で、21歳で車の免許を取得して、で、25歳で大型自動二輪免許っていうのを取得。 をををししててて歳のの時に ZZR1400 っいいう購入ますで ZZR1400 っていうてい, Z Z っていうのがまあこういうバイクですですね、俺ね、あのね、バイクに乗り始めたのが結構腐れんで、俺もともとバイク全然興味なかったのよ。ただ、大学入学と同時に足が必要になるから、原付の免許を取らせてくれって親に言ったら、原付危ないから中型二輪取れってなぜか言われて、普通そういう時親ってさ、車の免許取れって言うやんか。なぜか俺の親は中型二輪を取れって言ってきて、で、ああ、わかった、じゃあ中型二輪取るわって言って、バイクの免許を取ったっていうのがきっかけやん、ね。だから俺別に バイク好きじゃなかったんやけど、なぜか親に言われたから、俺もその時あの考える力がなかっ,たって思考停止してたから、あまあ、親が言うならそうなんやろうなと思って。これを購入してでこれしばらく乗ってるとちょこちょこ見かけた。この zzr1400 っていうバイクがうわ。むっちゃかっこいいやん。これと思ってずっと乗りたかったね。ただ、その時の俺は大型免許を持ってなかったし、お金もなかったしまあ、乗りたいけど、まあ、乗れへんわっていうことで、まあ、ずっとあのー、10年ぐらい心の中で温めてたんやけど、それがね32歳になってついに叶ってしまったっていう状態なんで。まあまああのそんなにね。生粋のバイク。 っていう感じでもないしどっちかっていうと別にそんなバイク好きじゃないよっていうタイプの人間ではあるんやけどまあバイクとはもう腐れんなんかなとも思ってるね多分ねなんだかんだ俺は一生バイクに乗っていくんでしょうっていう気がしてるはいでちょっと話が脇道に逸れてしまったけどまずね大型二輪のそもそも一発試験っていうのはなんぞやっていう話からやねんけどこれ多分ね知らん人もいるからそこをまず解説をさせてもらうと1日で大型二輪免許を取得できる試験ですただ条件があります勉学に関する試験をすでに終わらせてるっていうのが一つの条件になる 大型自動二輪免許をすでに持ってるか、車の免許をすでに持ってるか、どっちか。それがあれば、大型自動二輪一発試験を受けることによって、たったの1日で免許を取得できるっていう制度がちゃんとあります。日本全国にあります。で、特徴としては、たった1日で取得ができるから、価格がとにかく安いっていうのがメリットになる、ね。どれぐらいかっていうと、1回受験するための手数料が2600円、そして試験者使用料、まああの試験のために大型バイクを借りなあかんねんし。で、それを借りるための料金が1450円かかりますというのと、あと免許交付手 これは合格した時のみ免許を発行するための手数料として2050円が別途取られますっていうことなんで、これ全部合わせてもね、多分ね、7000いかんぐらいぐらいの感じやから、だいぶ安いんよね。でもね、あの、普通の免許取得と違って、このね、大型自動二輪一発試験っていうのは難易度が高いです。合格率はなんとね20、20%しかない。で、これなんでかっていうと、まあまあ試験官が現役の警察官やん。普通さ、教習所で免許を取ろうと思うと、まあ教習所も商売やからさ、後から後からどんどん入ってくるし、で卒業 をさせてていいいいいかないといけないかかかなななとととけららら教習所から免許を取りりにに来る人に関ししはちょっっぐらい技能が足たでもね、大型二輪一発試験に関しては、教習所とかと違って別にお金をもらってるわけでもないし、で、試験官が完全に現役の警察官やから、もう無慈悲な最低を下してきます。ただ、それにしても合格率20%は低すぎると思うかもしれへんけど、別にこれに関してはそんな構える必要なくって、受験してる人のほとんどがね、あの、ほとんど合格する気がない状態で来てんねん。だからこんなに合格率が低い、ね、本気でやればね。 難しいいことはないから簡単に合格すする試験ですじゃあ何が大型二輪一発試験で難しいのかっていう話になってくるんやけど、まずね、試験場の立地がやばいです。これ各都道府県にある運転免許センターみたいなところが試験場になるんやけど、ものすごい立地が悪いのよ。そこまで行く難易度がまず高いと。電車で行くのもしんどいし、車で行くにも1時間半とかかかるし、俺なんかあの奈良に住んでたからさ、運転免許センターが柏市とかにあんねんで、俺あの北部に住んでたからさ、そっから柏市の運転免許センターまで車で頑張っても1時間か,か それがまずだるいというところと、あとね、試験が平日のみ、なかなか受けられない。しかも平日の午前中のみで、俺が住んでた奈良県では週に1回しか大型二輪の試験っていうのを実施してなかった。週に1回の試験なんか埋まるやん。わざわざ運転免許センターまで行って、で予約したいですって言っても、来週の試験ってもう埋まってもうてんな。だから、来週、再来週の試験を予約して、でしかも午前中にしか受けられへんやろ。で最後一番難しいポイントっていうのが、コースを覚えられないっていうのがあるね。これ何かっていうと、奈良ではそうやったっていう 話ないけけどど多分全国的にそううんやけどコースっていうのが朝発表されます大型二輪一発試験のコースは大体2種類あって、で、奈良県でも2種類あったんやけど、そのコースの内容っていうのがね、走るべきコースが全然違うのよ。全然違うんやけど、その日どっちのコースなのかっていうのが朝発表されんね運転免許センターにたどり着かないと、その日のコースっていうのがどっちかわからんから、だからね、このコースを覚えるっていうのが一番難しいです。一応ね、大型二輪に関しては、コースの課題っていうのがこれだけ用意されていますと、スラローム、 急精度度一本橋坂道発進ククランク波状路踏切と8個用意されれててるんやけどこれに関しては全然難易度高くないです、すす普通にでできますで最終的に、大型2輪の一発試験は、70点以上がないと合格にはならないですっていう試験やから、原点をいかに減らすかっていうのがポイントなんやけど、原点項目がとにかく多いですと、5点の原点がエンジンブレーキ、ミッション、エンスト1回ごとに5点、降車時のエンジンの切り忘れ、ウィンカーの切り忘れ、サイドスタンドの直し忘れ、ミラー合わせ忘れというところと次、ね、次十点で、十点が乗車姿勢の悪 乗車進路変更交差点踏切等での安全確認ミスそして、加速不足。まあ、遅すぎる運転ね。と、坂道発進での逆行、急制動での速度不足、ブレーキタイミング、保温鳴らし、急ハンドルとか。あと次、20点やね。20点が大きくふらついたり、パイロン等に近すぎたり、これ違う、これ間違えてる。で、スピードの出し過ぎ、徐行違反、交差点での停止、横断歩道での停止忘れ。で、速終了が、点灯、パイロン等への接触、スラローム、失敗、一本橋、落下、急制動オーバー、一時不停止っていうところになるんやけど、 即終了は気にしなくていいです。これはもう当然の項目なんで全然気にしなくてもいいんやけど、ほとんどが当たり前のポイントばっかりやから細かく覚える必要っていうのは全くないんやけど、一番怖いのが、例えばコースを一回でも間違えてしまった時に、どれぐらい減点されるのかっていう話やね。合格基準70点以上っていうのは繰り返しにはなるんやけど、もしも一回でもコースを間違えてしまって、カーブをし忘れた場合に、これだけの減点項目がついてきますっていうのが一番えげつないポイント。カーブをし忘れたってことはさ、ウィンカーをオンにしてないし、後方 確認をしてないし幅寄せをできてないしさらに幅寄せ後の広報確認もできてないっていうことになるから1回でもコースを間違ってしまったらその段階で20点の減点になりますつまりね、大型二輪の一発試験の実態っていうのは記憶力が物を言う試験やあの技術はね全然大丈夫です普段中型二輪に乗ってる人であれば全然問題なく運転できるしあの原付でもエイプとか乗ってる人であのクラッチの操作っていうのに慣れてる人であれば全く問題ないぐらいの内容ではあるんやけどコースを覚えてないって 原点がでかいしそののコースを覚えるのが難しいししいかもそのコースが発表されるのが朝っていうのが一番えげつないポイントや、ね、でもちろん試験官むっちゃ無慈悲です現役の警察官が何の利益もならない試験官をやってくれてるだけやからダメなら即落としていきます試験官っていうのは試験コースの真ん中にいるんやけどその真ん中の塔の上からバイクについてるその無線機で連絡が取れるんやけどそこに対してはいスタートしか言わへんはいスタートって言った後に全てを自分でこなしていってでコース終了まで一切間違わずに走り 切って帰ってきて終わって減点項目が30点以内ならそれでやっと合格できますっていう内容だから俺は1回目2回目とコースを覚えることができなくって曲がるところを曲がらなかったから減点されてそれでアウトになってしまったっていう感じになってますただあの3回目でなんとか合格できてんでそのでなんで合格できたかっていう話にはなるんやけど A と B2 つのコースがあって両方とも覚えることができないのよそれをしてしまうと俺の頭の中でまた混乱をしてしまうから A コースは右に曲がらなあかんのに B コースは左に曲がるみたいなそういうい 処理しきれなかったからもうここに書いてある通りであるんやけど B コースに全額をベットしましたとその日 A コース B コースどっちになるかわからないけど俺は B コースにかけてん。で B コースのことだけを考えて前日の夜からひたすら頭の中でシミュレーションを繰り返してだから俺の頭はもう完全に B コース一色になってたんやけどただ万が一その日行ってみたら A コースだったっていう最悪の事態があるかもしれないからだからその最悪の事態に備えて試験開始の1時間前に行きましたこれねもうむっちゃ朝早いね試験開始がね多分ね8時とかそんなん,なんかな そこに、1時間前に行くために7時なんよ。7時に到着しようと思ったんやけど、7時に到着しようと思うと、1時間前に家を出ないといけないから、6時頃にはもう家出ないといけない。5時半に起きるみたいな。俺もね、だからね、1回目2回目はね、もう帰ってきたら速攻寝てたね。眠くて。で、2回目に試験落ちた日に、お昼頃に帰ってきて、眠いから家で寝て、夕方の4時頃に起きたんやけど、で、テレビパってつけたら、どのチャンネルも津波のニュースやってて、うわな、これって思ったの覚えてるんやけど、ま、あその日が3月11日やってんな。まあ、それは別の話やけど。で 3回目行った時に、俺 B コースに全額ベットしたんやけど、当日行ってみたら、やっぱり B コースが出てたの、ね、よ。だから、そのまま引き続き B コースを頭の中でシミュレーションし続けて、で、実際に試験が始まったら、その頭の中で走ってたコースをひたすらなぞり続けるみたいな感じやから、まあ、ここに関してはね、よどみなく走り切ることができたのかなと。大型二に一発試験合格のコツは、まあ、記憶力もそうではあるんやけど、その記憶力を現場でよどみなく発揮することができるシミュレーション能力っていうのが一番求められるのかなと思います。技術に関しては、 全然大したことないです。はい。で、これによって、まあ、25歳の時に、俺は大型自動二輪免許を取得して、で、そっから、ま、7年間は、大型バイクを買うことなく寝かし続けてはいたんやけど、32歳の時に、ZZR1400 を購入して、YouTube で別の動画にもしてるんやけど、まあ、日本一周を、今、半分を終えたところですっていう感じになります。なんで、一応、あの、来年の3月頃から、また、残りの半分っていうのを走っていこうかなっていう予定なんで、まあ、なんて言うんやろう、その、まあ、皆さんご存知の通りではあると思うけど、あの、日本のバイク人口っていうのは、年々減り続けています。 やっぱりね、実用性が全くなくって、で、夢の乗り物でしかないし、維持費とかもそこそこかかるから、正直趣味の乗り物でしかないねんな。だからバイク人口っていうのが減ってるっていうのは、まあどうしようもないところではあるんやけど、日本には4つのバイクメーカーがあるんやけど、実はね、日本のバイクメーカー4社っていうのは、世界の4大バイクメーカーでもあるのよ。鈴木、川崎、ホンダ、ヤマハ。販売台数で世界1位やし、あとあの技術力に関しても世界1って言われてるから、日本に住みながら、まあ日本のバイクに一切触れずに終わっていくっていうのもすごい もったいだ、あの、1982年のピーク時が328万台売れていたのに対して、ま、2017年はもう33万台っていうことやから、売り上げがね、約10分の1まで減っていますと。日本のバイク業界はね、だいぶやばいです。で、ま、その理由はやっぱり、あの、さっきも繰り返しにはなるんやけど、実用性がないし、不便やしっていうところと、あともう一つがね、大型二輪免許の取得がすごくめんどくさいっていうのがあったんやけど、ただ、まあ、あの、大型二輪免許の取得っていうのは、そんなに難しいものではないですと。あの、コツをつかめば、すぐ取得できるものなの。 でまあちょっとバイクいつか乗ってみたかってんけど、まあ、乗る機会なかったなぁみたいに思ってる人は、そのまま死んでいくよりも、せっかくやから第2の人生か、まあ、第、第2、第2っていうか、まあ、1.5の人生の人も多分多数いると思うけど、乗りたかったなっていう思いがあるんであれば、大型二輪免許の取得っていうのは意外と簡単やから、挑戦してみる価値はあるのかなと。特にね、女の子はね、バイクに乗ることによって相当、この業界は男女比率が男の方が多いから、相当チヤホヤされるから、人生変わると言っても過言ではない気がするから、そういう裏の目的 込みでもバイク乗りりりになななななるっていいいうのはかかりありなんじゃないかなと思いますただね、一個気をつけてほしいのが、大型自動二輪に関しては、スピード出過ぎね200キロ全部超えてくるから、普通に死にます。だ特にね、あの、若い人はね、バイク乗っちゃうと生きっちゃうのにな。俺今33やからもう生きらんようになったけど、大学時代ホーネット250乗ってた時は何回もスピード違反したし、もう免許証ポイントカードみたいになってたし、6ポイント貯めて1万5千円払って教習所行って教習本もらうっていうのを2、3回やってるなっていう感じだから、若い人がね、バイクに乗るとね、どうしても死んじゃうのよ。俺はね幸い 運が良くて死ななかったけど知り合いが2人死んでるっていうのもあって、まあ、正直ね若い人が大型バイクに乗るっていうのはおすすめはできないです俺はラッキーやったから生きてるだけであって多分ね大学時代に大型バイク乗ってたら俺は死んでたやろうねということなんであの若くして大型バイクに乗りたいっていうのはまあ、全然ありではあるんやけど死なないように気をつけてもらえればと思いますはいでこのチャンネルではねこんな感じでガジェットとかあと生活改善情報っていうのを今後も発信していくのでこの動画が良かったなと思ってもらえればチャンネル登録と,とグッドボタン押していただけるとありがたいです。 でとガジマガっていうブログも運営をしていてで、こちらに関しても2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善の情報っていうのを発信してるので、こちらもチェックをしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。